こだわり女子のための異次元空間マガジンヌーマンをご覧の皆様、こんにちは、玉田秀也です。それ以上可愛いなってどないすんの。はい、僕は久しぶりに会った好きだった子に、一言というのを選ばせていただいたんですけど、そうですね、なんかこうストレートに僕好きだったよとかっていうのってなんか恥ずかしいなと思ったんで、最初ちょっとお前なんか変わったなみたいな感じで言っといて、何が変わったんかなって思わせといて、それ以上可愛くなってどないすんのって言ったら、ちょっともしかしたらキュンってすんのかなとかっていうのを一応考えて言わせていただいたんで、ちょっとでもそういうキュンキュンポイントを刺激できてたら、嬉しいです。はい、ありがとうございました。